私はお前たちに命令を下す立場にはない。逆立ちコマ、逆立ちコマいいです。あ、やば、やばい、来ちゃった、来た、ポストヒューマン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 、皆さんお気づきですね。そう、ポストヒューマン、やばい、え、お、しかもサルスポー、や、え、どなた、ほんと、え、あの、もともと、ポストヒューマン、私が倒した、ポストヒューマンさんですか、まだ、ね、これ矢口三次と島村隆史、わ、島村だ、隆史大きくなったな、島村隆史です、成長したな、成長しました、え、あれ、矢口三次だ、お前の目的は何だ。お、一度マイクをしまってから再現シャドウ、はい、元ボクサーという役柄ですからね、はい、あ、で、もう一人は何か言うのかな。あ、まだあんの振った誰だろう、一応聞いてみよう。島村隆史ですちょっと弱気な感じだけど、よろしくお願いします。あ、真似してるのかな、もしかして林原めぐみを真似してるのかな。あ、なるほどなるほど、いらっしゃいませ。もしかしたらというほど変装はしてないんですよあ、そう、僕野田クリスタルにひげ生やしただけなんです。だね、フードかぶってたけど、あ、そっくり、なんかこう下から見るとよりそっくりですね。もうちょい予算用意して立ちコマできなかったですかね。でも色合い的になんか立ちコマっぽいです。そうだ、もう質量的にも立ちコマっぽい、ね、あ、じゃあずっと立ちコマでお願いします。ずっと活躍は望めないかな。活躍なんかあのうっかり八兵衛的なポジションでしょうね。そのなんか事件もろもろ終わった後にご飯食べるときになんか楽しいことをやるやつみたいな、そういうのでしかちょっと見えないですね。私はお前たちに命令を下す立場にはない。うわたまんない、そういう切り返し、八兵衛、ね、中さんが入った公安休暇に、八兵衛か、八兵衛いてもいいかもわかんないですね。あ、嬉しい、まあ、今回ねスタンっていうねちょっと面白と呼ばれてるね、そう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 、メンバーがいましたけどね、八兵衛だよね、八兵衛ね、ファミコンのカセットに食いついてたじゃないですか、うん、あれなら作るんじゃないかなと思ってるんですよね。それを作る人、俺が、あ、立ちコマが好きそうなゲームを作る人うん、立ちコマゲーム屋さんになろうかなと思ってます。立ちコマのメンテナンス、メンテナンス、ーゲームを使って、それいいですね、ね、うん、だからやっぱりね、いろいろみんなもうストレスかかってると思うんですよ、はい、うん、高級家の我々はね、はい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 、それを笑いで癒してくれるっていうねそういうメンバーがいてもいいな。そうですよね、やっぱ思いっきり今笑わせてもらっていいですか。そうですね厳しいことしますね、一番嫌な振りですよ、これ芸人にとってね、はい、そうですね、はい、やってくれるんです。あら、なんか逆立ちコマ、逆立ちコマいいですありがとうございます。逆立ちコマ、さすがチャンピオン、自分側から見た立ちコマが見れます。野田さん、今カメラ写真、マスコミマスコミ写真いただいてます。写真、ありがとうございます。明日こればっかり使われたら嫌だな。この後。